はじめまして、知恵乃と申します。よろしくお願いします。普段はロックバンドを主にやってるんですけれども、今日はそのバンドの曲とカバーといろいろやっていきたいと思います。じゃあ、普段ですね、笑う月というバンドをやっています。6人組のバンドです。で、翔くん、今日ギターを弾いていただきます。彼もメンバーです。よろしくお願いします。じゃあ、1曲目にやる曲はサンタナという曲です。有名なギタリストサンタナさんの中でもあまり、賛否が分かれるサラバンキャライというアルバムがあります。その賛否分かれるアルバムをテーマにして作った曲で、キャラバンキャライの中でジャスティン・タイム・ジャスティン・ザ・サンという曲があります。これをヒントに作った曲です。お聴きください。サンタナです。
もあれだよね、1年ぶりにこの曲をやったんですけど、自分の曲をまさかね、車で聴いて覚える日が来ると思わなかったですね、今回ね。はい、この日々継続は大事だなと思った今日この頃です。では、本日知恵の輪って、私知恵って名前なんですけども、私のソロでやる時の名前なんですね。でその時々でいろんな人に加わってもらって音楽の輪が広がっていくといいなという思いでつけていますので、今日はバイオリンの藤本さんをゲストにお迎えしてちょっと暴れてもらおうと思います。皆さん、さっきね、最初にラコさんがバイオリン一緒にやってたじゃないですか。素敵なお姉さんがね、あれがバイオリンだというふうに思っていた方は残念ながらこういうバイオリンもあるんだなっていうのを知って帰っていただけたらなと思います。真逆のタイプですね。うるさいですよ。全然うるさいって音じゃなくて目に映るものがうるさい感じがしますそれがすごく好きなんで撮影しました。じゃあ、今日は藤本さんと一緒にカバーを3曲やりたいと思いますが、まず1曲目に選んだ曲は、今日さくらこちゃんにお声かけをいただきました。で彼女が矢野純子さんがすごい好きっていうのを私知ってたので、で私たち井上陽水が大好きなんですね。でこの間を取って、矢野さんが最初に出したシングルになってる氷の世界ファーストですかね、あれね、はい、をカバーしようと思います。で私の憧れはシャンソン歌手だったりもするので、ちょっとそんな風なでやってみようと思います。では氷の世界。Thank you.
アドリブで今日お願いしました。まだ1回も練習したことないです。練習しようと思ってね、ライブしやりませんかって声かけたらOKですってすぐLINE返ってきたんですけど、その間大阪に行ってていないんですとか言われて、ね、びっくりしました。じゃあなんで OKしたんだこの人は。でも練習しないで出るつもりなのかなと思って。で練習しないで出るつもりだったようで、ございますね。だから出ることなんですね。出ることが、そう、やりたかった。音楽は楽しむものですからね。じゃあ、そんな話をした後でなんですけど、次のカバーは、私あんまり最新の J-POP を聴くことがないんですけど、最近はこの年になると。でも欅坂46は面白いなと思ったりするんですよ。その中で注意して聴いてなくても耳に入ってきた曲の中ですごく感動した曲があったんですね。で、落ち込んだりすごく大変なことがあったり、いろいろ悩みがあったり、私は結構この体から見て神経ずぶとそうに見えるじゃないですか。笑っていただいて大丈夫ですよ。そうなんですけど、私よりも神経が3分の1ぐらいしかない人だったらもう死んじゃえっていう時があると思うんですよ。それぐらい悩んだことがあって最近。 そんな時にふわって耳に入ってきた時、この曲は私に歌ってるんじゃないかなっていうぐらい、よくある勘違い女なんですけど<笑>これは私に歌ってるんじゃないかなっていうぐらいの気持ちになって、もう車を運転しながら聴いてたんですが、ボロボロ涙が出てきてしまったんですね。で、これを歌いたいと思ったんです。歌いたいと思うことは私のこの中ではなかなかないんですけど、いつも声に 合う曲を選んでみたり、ステージに合う曲を選んだりするんですけど、そんなのどうでもよくて、これを歌いたいなと思った曲がありました。それを今日は歌いたいと思います。じゃあよろしいでしょうか。はい、続曲は平井堅さんのノンフィクションという曲ですね。最近ドラマでも使われてますし、今日もお昼間に歌ってたんじゃないのか、今日見たのは、今日録画を見たんですね。 テレビでもよく歌ってますが<笑>今日昼やってたのはミュージックステーションですね。はい、じゃあ歌いたいと思います。ノンフィクションです。 Okay.
ますか？誰のため生きれますか？僕はあなたに、あなたにただ会いたいだけ。人生を恨みますか？悲しみは嫌いですか？ノンフィクションカバーをさせていただきました。それでは、サウンドエムズで実は初めてライブをするんですけれども、本日は声をかけていただいてありがとうございます。そして、一緒に共演していただいて宮治様ありがとうございます。そして場所をお借りしました、あのエムズさん、柴田さん、ありがとうございます。今後もよろしくお願いします。そんな私たちが、微力ながら傷を残していくとしたら、あの普段から爪痕あ、そうね、あんまりお勉強はできない方かな、私はあのワルツキっていうバンドはですね、演歌みたいってよく言われるんですね。なので、あの今回の藤本さんは演歌を一緒にやりたいですと以前声をかけていただきましたので、こんな場所で演歌を歌って帰りたいと思います。一曲じゃあ演歌をこれで演歌って、あーはい、もうおっさんだよ受けて嬉しいと思ってるでしょう。あ、いや、ちょっと盛り上げてほしい。半分ぐらいお世辞ですよじゃあこれで縁かな。縁かといえばこれで縁でしょうか。はい、じゃあ縁か中の縁かどういうかをお送りします。津軽海峡冬景色。笑いすぎて転んで , 笑いすぎ起きるんですか自然に出てきてちょっと笑いをこらえるのが必死だったありがとうございます。というわけで藤本さんでした、はい、ありがとうございます。藤本さんが南部マンゴーパーティーズ
、あとはサリというバンドでバイオリンを弾いてますので、見かけたらあの時のおっちゃんだっていじってください。はいはい、いじられ好きなんで絶対。じゃあありがとうございます。はい、ありがとうございました。じゃあ我々も次の曲で最後です。先ほど言ってたように、私たちのオリジナル曲が演歌みたいだと言われることが多いんですね。なので今日はその演歌みたいな曲をお送りしたいと思います。演歌ではあります。この翔くんが作った曲ですね、川も知る行方という曲なんですけども、エピソードじゃ語ってないからあれですね、人生は一つの大きな川のようだと思っています。笑ってるでしょ今。私この MC を5年間やり続けてメンバーに笑われまくってるんですけど、いいことしか言ってないんですよ本当に。演歌みたいな、演歌みたいな、人生はって入ったら、人生は大きな川のようだと思ってます。一本ので、細くなる時もあれば広くなる時もあるし、どこで崖になるか滝になるか分かりません。でどんな道を越えても必ずみんな海へと流れていきます。そんな風にいろんな旅をして、いろんな苦労をして、いろんないいことをして、先に待っている自分は一体何を見つめているだろうかっていう曲ですね。こうなるといいな、ああなるといいなっていう願望を書いた曲っていうのは世の中にいっぱいあると思うんですけども、その先の自分をちょっと考えてみようっていう曲です。でも決して一人じゃないから大丈夫だよっていう思いが込められています。じゃあよろしいでしょうか。あ、告知ね、いろんな、さっき桜子ちゃんもね、告知し忘れてたって言ってたけど、次いつライブなの？ありがとうございます。24日です。10月24日あ、9月24日、アルテ崎山です。アルテ崎山って場所知ってる人、あ、知らない人の方がいいですね。アルテ崎山は那覇インターチェンジの近くにあります、煙突ビルっていう、ね、あそこの中です。詳しいことは彼女に聞いてください。ありがとうございます。はい、で私たちは、次は10月の28日に28、29と東京から、フラジール、キリンという2つのバンドを迎えてイベントを組んでいます。28日は私と藤本さんが一緒にやっている未来家内というファンクバンド出れます。29日は、翔くんと一緒に新しく始めている上海ソリッドという、なんでしょうあれ、昭和ジャズポップスみたいなバンドで出ます。場所は28が宜野湾ヒューマンステージ、29が沖縄市のコザオトラクです。興味がある方はぜひお声掛けください。知恵の輪で検索してください。よろしくお願いします。では川も知る行方。
り出して移りゆく色を流れて暗闇に怯えて身を隠して秋夜の深い空の下感覚をなくす指先沈む足元を救って先に灯る明かり悲しで溶かし冬を投げる空の下人は何か守るため争い傷つけてはいない今日も本当に最後までどうもありがとうございます。